こんにちは、もしくはこんばんは、マサとパパとアシスタントのマナとフィリックスです。今回はあの世界ナンバーワン充電ブランドのアンカーさんからコードレス水拭き掃除機が届きましたので紹介させていただきます。皆さんもよく知っているアンカーさんは世界100カ国以上で累計3600万個のバッテリー販売実績があるグローバルブランドです。 Amazon でもモバイルバッテリーや充電器など様々なカテゴリーで売上ランキング1位を獲得しています。アンカーのモバイルバッテリーはマナも使ったことあるから知ってるわ。アンカーさんはユーフィーという名前でロボット掃除機やスティッククリーナーを販売していて評価も高いんです。今回のマッハ V1 ウルトラは世界初スチームとオゾン水除菌機能を搭載したコードレス水拭き掃除機で2月1日水曜日から幕開けで先行販売が始まったみたいです。マッハができることは吸引と水拭きとスチームです。これまでも他社で吸引と水拭きが同時にできるものはありましたがスチーム機能まであるものはマサトパパも初めてです。高い温度で除菌もできそうやね。マッハは世界初110度のスチームとオゾン水によるダブル除菌で皮脂汚れなど目に見えない汚れまできれいにします。吸引と水拭きを同時にできますので牛乳などの液体やお子様の食べこぼし掃除でも二度手間にならずに床を徹底洗浄できます。赤ちゃんがいる家にはむちゃありがたいね。吸引力は 16,800 パスカルもあります。吸引力だけが掃除機の強さというわけではありませんがこれが高くて悪いわけがありません。一般的なロボット掃除機だと3000とか5000パスカルで超強力吸引とか言われていますのでかなりの吸引力があることがわかると思います。バッテリーは最大82分の長時間運転が可能。スチームモードでも最高15分の運転ができます。普段はスマートモードで吸引と水拭きをして特に汚れた部分だけスチームモードを使ったらいいんやね。付属の洗剤を専用タンクに入れると洗剤と水を自動で一定に混ぜ合わせることができます。洗剤タンクには約30日間使用できる量を投入しておくことができます。掃除機で気になる音については3層構造の独自のノイズキャンセルテクノロジーによる静音設計で掃除中の音を最小限にとどめています。掃除が終わった後はボタン一つで自動で洗浄、除菌、乾燥まで行えるセルフクリーニング機能があります。面倒な掃除後の洗浄、乾燥作業が不要で掃除後の匂いが気になる心配もありません。セルフクリーニングは他のフロアクリーナーでも見たことあるけど乾燥までしてくれたら手間がかからなくていいね。便利な LCD モニターで状態を確認できてスマホアプリでも消耗品の交換時期をチェックしたりできます。では実際に箱を開けて使っていきます。中には本体と充電ベースとそのカバー、日本語の取扱説明書、付属のフロア用洗剤、掃除用のツール、交換用ブラシと交換用フィルター、水の通り道を洗う用のクエン酸が入っています。本体は上にモニターとボタンが2つ、ハンドルにはトリガーと横にフロア用洗剤のスイッチがあります。フロア用洗剤は後ろのタンク、水は前の上にあるタンクに入れます。水を入れる浄水タンクは 820ml 入ります。掃除が終わった後のゴミと汚れた水はこの下のタンクに溜まります。水とゴミが一緒に入るってどんな感じなんやろうね。裏側はこんな感じでシンプルになっています。回転ブラシはここからカバーを開けて交換できます。ここから吸い込むんやね。本体の重さは約 5.7kg とちょっと重めです。充電ベースにセットするときは少し持ち上げる必要があります。普通のスティッククリーナーよりかは重いけど全然持たれへん重さではないわ。じゃあ使っていきます。電源ボタンの長押しで起動しますのでモードを選びます。さっき水を入れたので吸引と水拭きが同時にできるスマートモードを選びます。
カーペットとか絨毯は水拭きなしの吸引モードで使えるんやね。本体を斜めにすれば掃除スタート、本体を立てれば一時停止です。自走しますのであんまり重さを感じることなく進められます。軽く進んでくれるからいいね。それと自立してくれるから物をどけるときに便利。トリガーを引くと吸引が強くなります。むっちゃ吸いそう。ハンドルは結構曲げられますので意外と取り回しもできます。結構いけるかも。それと普通の掃除機より全然静かやわ。今回は実験のためにコーヒーと砂糖、そしてカップラーメンを用意しました。ここからはフロア用洗剤も使ってみます。ラーメンとか大丈夫かな。まずはコーヒーと砂糖です。トリガー引かなくても全然吸ったわ。次にカップラーメンです。めっちゃすごい。しかも床の匂いも気にならへんぐらいやわ。頑固な汚れにはスチームモードを使います。バーが全部赤くなればスチームがトリガーで噴射できます。これは強力そうやね。掃除が終わったら充電ベースに戻してセルフクリーニングボタンを押します。セルフクリーニングが終わったら汚水タンクの水を捨てて中を洗っておきます。ちなみに床を水拭きしただけでこれぐらい汚れが取れます。水ごと吸ってるのにフィルターを濡れてないのは不思議やね。セルフクリーニング後は自動でブラシの乾燥をしてくれます。だいたい45分程度で終わります。濡れた状態で放置するのもいちいち外して干すのも嫌やから、これは便利で助かるね。概要欄に幕開けのプロジェクトページがありますので、よかったら見に行ってもらって検討してください。幕開けでのクラウドファンディングは2月1日水曜日スタート。最大 40% オフでお得に手に入れられます。お得なプランほど先に売り切れますので、検討の方はお早めに。マサトパパは撮影前に自分の部屋やうちのリビングで試してみましたが、このマッハはかなり床がすべすべになる印象でした。普段は拭き掃除しないような場所でもスチームでしっかり汚れを落とせました。マナはフィリックスがいるので普段から結構掃除はしてる方だと思うのですが、それでもこのマッハで掃除したら結構汚れが出てびっくりしました。ラーメンまで吸い込んで床に何も残らなかったのがすごかったです。パパはどうせ自分ではあんまり使わないと思いますので、これも置いて帰ってもらおうと思います。マジでか。これからも知らないことで損をしないための守りの知識を紹介していきますので、まだの方はチャンネル登録をお願いします。コメント欄に感想や補足もお待ちしています。それとマナとフィリックスのインスタグラムも概要欄に貼ってるので見に来てください。では今回は以上です。動画を閉じる前に高評価ボタンをお願いします。ではまた次の動画で。